狂犬病、狂犬病、狂犬病は、ラブドウイルスカリッサウイルス属の狂犬病ウイルス、レイビースウイルスを病原体とするウイルス性の人獣共通感染症である。水などを恐れるようになる特徴的な症状があるため、狂水病、または狂水症、ハイドラフォービアと呼ばれることもある。実際は、水だけに限らず、音や風も、水と同様に感覚器に刺激を与えて、 痙攣等を起こす。毎年世界中で105万人の死者を出しており、その95%以上はアフリカとアジアである。感染した動物に噛まれた人の40%は15歳未満の子供であった。人から人への電波がく大流行につながる恐れもないことから感染症対策の優先度が低くなる傾向がある。日本では 感染症法に基づく4類感染症に指定されており、感染症法6条5項5号参照。犬などの狂犬病については、狂犬病予防法の適用を受け、狂犬病予防法2条参照。また、牛や馬などの狂犬病については、家畜伝染病として、家畜伝染病予防法の適用を受ける、家畜伝染病予防法2条及び家畜。 伝染病予防法施行例1条参照。日本では、交渉事故を起こした動物は、狂犬病感染の有無を確認するため、捕獲後2週間の経流観察が義務付けられている。経流観察中の動物が発症した場合は、直ちに殺処分し、感染動物の脳組織から、蛍光抗体法で、ウイルス抗原の検出を行う。リッサウイルスは、遺伝子解析。 結清型の分析から、下記の7つの遺伝子型、ジェノタイプに分類される。ジェノタイプ1、遺伝子型1型が従来知られていた、狂犬病ウイルスで、ジェノタイプ2、遺伝子型2型のラゴスコウモリウイルス以外のリッサウイルスは、人に狂犬病様の脳炎を起こすことが知られている。一般には感染した動物の噛み傷などから唾液と、共に、 ウイルスが伝染する場合が多く、傷口や目、唇など粘膜部を舐められた場合も危険性が高く、感染コウモリが済む、洞窟内での飛沫感染もある。狂犬病ウイルスは人を含むすべての哺乳類に感染し、人への感染源のほとんどが犬であるが、猫やコウモリ、アライグマなど、犬以外の野生動物も感染源となっている。通常、 人から人へ感染することはないが、角膜移植や臓器移植によるレシピエント移植患者への感染例がある。なお、筋肉を食べることによって狂犬病に感染することはないとされる。潜伏期間は交渉の部位によって大きく異なる。交渉から侵入した狂犬病ウイルスは神経系を介して脳神経組織に到達し発病するが、 その感染の速さは日に数ミリから数十ミリと言われている。したがって顔を噛まれるよりも足先を噛まれる方が、交渉後の処置の日数を稼ぐことが可能となる。脳組織に近い傷ほど、潜伏期間は短く、2週間程度。遠移部では数ヶ月以上、2年という記録もある。潜伏期には風に似た症状のほか、交渉部、皮膚の交渉部は治癒しているのに、かゆみや、 チカチカなどの違和感、熱感などが見られる。急性期には不安感、強水症状、水などの液体の塩化によって、塩化筋が痙攣し、強い痛みを感じるため、水を極端に恐れるようになる症状、恐れ不症、風の動きに過敏に反応し、避けるような仕草を示す。症状、興奮性、麻痺、精神錯乱などの神経症状が現れるが、 脳細胞は破壊されていないので意識は明瞭とされている。また、検反射、動向反射の更新、日光に過敏に反応するため、これを避けるようになるも見られる。その2日から7日後には、脳神経や全身の筋肉が麻痺を起こし、昏睡期に至り、呼吸障害によって死亡する。なお、典型的な胸水症状や脳炎症状がなく、最初から、 麻痺状態に移行する場合もある。その場合、ウイルス性脳炎や、ギランバレー症候群などの神経疾患との鑑別に苦慮するなど診断が困難を極める。強水症状は、喉が渇いていても水に恐怖を感じてしまうため、苦しむ動物や人間は多い。診断法は、蛍光抗体、FA 法による、ウイルス抗原の検出、RTPCR 法による、 ウイルス遺伝子の検出、ウイルス分離、血清反応、エライザによる抗体化の測定などにより行われるが、感染初期の生前診断は困難。試験的な治療法の成功症例を除くと、ワクチン接種を受けずに発病した場合は、ほとんど確実に死に至り、確立した治療法はない。2004年10月以前までで記録に残っている、生存者はわずか5人のみで、 いずれも発病する前にワクチン接種を受けていた。2004年10月、アメリカ合衆国ウィスコンシン州において15歳の少女が狂犬病の発病後に回復した症例がある。これは発病後に回復した6番目の症例であり、ワクチン接種なしで回復した最初の生存例でもある。この際に行われた治療は、ミルウォーキープロトコル、ミルウォーキープロトコルと呼ばれ、 実際に数人が生存しており、治療法として期待されているが、回復に至らず死亡した事例も多く、これを用いても、生存率は1割ほどである。また生存したとしても、麻痺などの後遺症が残るのが現状であり、研究途上である。近年では、この治療法により10歳のアメリカ人少女、また2008年10月、ブラジルペルナンブルコ州の16歳の少年が、歩行困難と、 発語困難により依然として治療を続けているものの回復に至った事例がある。2018年1月9日、ブラジルアマゾナス州バルセロス市在住の14歳の少年が同治療により狂犬病から生還した。最も致死率が高い病気として、後天性免疫不全症候群、エイズと共にギネス世界記録に記録されている。上述の通り、 発症後の有効な治療法は存在しない。ただし、感染前、暴露前であれば、ワクチン接種によって予防が可能である。これは、人以外の哺乳類でも同様であり、そのため日本では、狂犬病予防法によって、飼い犬の市町村への登録及び、毎年1回の狂犬病ワクチンの予防接種が義務付けられている。発生国への渡航前のワクチン接種。 および発病前、海外で感染の疑いがある動物に噛まれて帰国した際などの治療、および抗ウイルス抗体、公共顕微免疫グロブリン製剤の投与により発症阻止が図られる。ただし、日本では2017年現在、公共顕微免疫グロブリン製剤が承認されていないので、ワクチン接種は輸入ワクチンを取り扱うクリニック、病院にて、 医師の自由診療で受ける必要がある。アメリカ疾病予防管理センターでは、狂犬病が発生している地域へ渡航する人のうち、獣医師、野生動物保護の従事者、獣医学科の学生、適切な医療をすぐに受けることが難しい地域を訪れる者については、狂犬病ワクチンの暴露前、事前接種を進めているが、その他の旅行者、長期滞在者については、 狂犬病ワクチンの接種を進めていない。最良の予防法は、海外旅行へ行った際には、日本と同じ感覚で、現地の犬猫の動物に接さず、手を出さないようにすることである。研究目的における、病原体の取り扱いは、バイオセーフティーレベルにあるいは3レベルの実験室が要求され、一万一に備えて、研究者はワクチンを接種する配慮が必要である。 狂犬病にかかった可能性のある場合、医療もしくは獣医療の専門機関に、いつ、どこで、どの個体に噛まれたかを伝える。ウイルスは、唾液腺や神経で増殖するが、唾液へのウイルス排出は、潜伏期を経て、発病する3から5日前とされている、過去に1例だけ13日前から唾液にウイルス排出した記録もある。一見狂犬病でないような動物に噛まれても、 狂犬病にかかるリスクは存在するため、噛まれた、地域、旅行した、国、場所と噛まれてからどれほど日数が経っているのか、また噛んだ個体を経流して一週間経過観察し、狂犬病を発症するか否かを確かめる必要性がある。発症すれば、ほぼ確実に死亡するので感染の可能性がある。場合には必ず次のような対処が必要である。また、風では、 初回接種時に狂犬病免疫グロブリンを併用することを推奨しているが、日本国内では未認可のため入手不可能で外国でも一部地域を除き入手困難な場合が多い。いずれにしても大事なことは、噛まれたらまず直ちに洗浄し、消毒液で消毒し、速やかに医療機関に相談することである。1885年、ルイパスツールによって、 弱毒狂犬病ワクチンが開発された。これは狂犬病を発病したウサギの脊髄を摘出し、石炭酸に浸してウイルスを不活化するというものであった。パスツールは狂犬病の予防ワクチンだけでなく、すでに感染した患者にワクチンを投与することで、早期なら発病の防止が可能であることも発見している。現在、狂犬病のワクチンとしては動物の脳を用いて、 狂犬病ウイルスを培養して作成した動物脳由来ワクチンと培養組織を用いて狂犬病ウイルスを培養して作成した組織培養ワクチンピークエフトがある。いずれのワクチンも狂犬病ウイルスを不活化して作成した不活化ワクチンである。動物脳由来ワクチンとしてはヤギの由来のセンプル型のワクチンと父のみ、マウスの由来のフェンザリダ型のワクチンがある。 一方、組織培養ワクチンは、ドイツと日本で製造されている鶏肺細胞のワクチン、P-sec、プユラファイドチクエンブリオセルバキシーンの他に、フランスの人に培体細胞ワクチン、ベーロ細胞ワクチン、PVRV、プユラファイドベーロセルレイビースバキシーンがある。流行地への立ち入りを予定する者は、基礎免疫をつけておくのが望ましいが、任意接種であり自己負担となる。 狂犬病ワクチンは、レップフラリー株をさらに弱毒化したヘップフラリー株が用いられる。曝露全接種は、初回接種を例とすると0から28から180の3回接種となる。抗体要点は2回接種後の2週後であるため、初回接種から6週目となる。しかし、一部の報告によると3ヶ月を経過してから、抗体化の減弱化が始まるともある。 三回接種完了で2年間有効とされている風の推奨方法とは異なる日本独自の接種間隔である。欧米の狂犬病ワクチンは前期のように多したようであるが組織培養ワクチンが一般的に使用される。曝露全接種は初回接種を0とすると0から7から28の三回接種となる。緊急接種の場合、28日目の代わりに21日目となる。 抗体要点は、いずれの場合も、初回接種から4週目となる。また、乳幼児では、初回接種後2週間後に、抗体要点したと製造メーカーは発表している。いずれにせよ、緊急接種を行うと、21日目に完了するため、渡航前には有用と思われる。2年間有効である。バク露後接種も国産は5回目あたりで、抗体要点が認められたところ。 海外の組織培養ワクチンはおよそ14日目に抗体化が風の安全基準である0.5イブミリリットルを上回っている。なお、風の推奨する曝露前接種方法はこの0、7、28、21である。日本製品でこの方法を適用することは未承認ワクチンを使用するのと同等である。欧米の狂犬病ワクチンは日本未承認であるため、 個人輸入を取り扱っている医療機関にて申し込むことにより接種可能である。感染の機会があった場合、その発症を予防するためにもワクチンが使用される。風では例3日、7日、14日、28日、必要に応じて90日の5回、6回、各1トル筋肉注射を推奨している。その他、例に2トル1トル両側、 7日に1トル、14日に1トルの筋肉注射で摂取する方法、エッセン法、または変則的なザグレブ法、2から1から1法がある。また、0 1トルという少量を4回、機内に摂取する方式、体積十字方式、2から2から2から0から2法もある。欧米の狂犬病ワクチンは、海外でも非常に効果であるため、 風のスタンダード方式は受け入れられていない。そのため、ザクレブ法や体積従事方式も推奨されている。南極を除くすべての大陸で感染が確認されている。流行地域はアジア、南米、アフリカで全世界では毎年5万人以上が死亡している。日本の厚生労働大臣が指定する強権病性上地域は日本、英国、 グレートブリテン島及び北アイルランドに限るアイルランドアイスランドノルウェースはエデンハワイグアムフィジーオーストラリアニュージーランドと非常に少ないなおフィジーについては2011年現在狂犬病は発生していないものの輸入検疫制度が十分でないとの懸念があるアメリカ疾病予防管理センターにより土着の例が報告されなかった国や地域はカーボベルで リビア、モーリシャス、レユニオン、サントメプリンシペ、セーシェル、バミューダ、サンピエールミクロン島、アンティグアバーブーダ、アルバ、バハマ、バルバドス、ケーマン諸島、ドミニカ、グアドループ、ジャマイカ、マルティニーク、モントセラと、オランダ領アンティル、セントクリストファーネービス、セントルシア、セントマーチン、セントビンセント及び、グレナディーン諸島、タークスカイコス諸島、バージン諸島、 香港、日本、クウェート、レバノン、マレーシア、サバ、カタール、シンガポール、アラブ首長国連邦、オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、ジブラルタル、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、マンジマ、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、セウタトメリラを除く、スウェーデン、スイス、イギリス、オーストラリア、 各諸島、フィジー、仏オポリネシ、グアム、ハワイ、キリバス、ミクロネシ、ニューカレトニア、ニュージーランド、北マリア、ナ諸島、パラオ、パプアニューギニア、サモア、パヌアツ、となっている。インドは約3万人と世界で最も狂犬病による死者が多く、ワクチンによる治療を受ける人も年間で100万人に上る。 インド国内での動物交渉事故の90%以上は犬。その大部分は野犬によるもので、主なウイルス保有宿主も犬だが、猿、牛、馬、猫、ヤギ、ネズミ、ウサギなどからもウイルスが分離されている。2013年、台湾中部の野生のシナイタチアナグマが狂犬病に感染していたことを確認した。中国では、 ペット、食用犬などで1億5000万匹の犬が飼われているがそのほとんどが未登録犬で、さらにその数倍の野犬が生息している。近年の経済発展に伴いペットを飼う人が増えて、飼い犬も増加したが、狂犬病予防接種の実施率は0.5%と、防疫効果が全く期待できない低水準であり、また室内犬を除いては、放し飼いが一般的である。 それに伴って、毎年約3000人、中国衛生部によると2006年は3207人が狂犬病により死亡するなど、特に都市部での狂犬病被害が激増しており、2005年には国内伝染病による死者数の20%を占めた。中国政府は2008年の北京オリンピックに向けて撲滅に躍起になっていた経緯があり、2006年7月、 雲南省無務正し県では蔓延する狂犬病の対策として予防接種済み犬を含む全ての愛願、食用、野生犬、約5万匹を殺処分をする政策をとった軍用犬、警察犬を除く。処分の保証金はわずか5元で、処分の方法もほとんどが撲殺であり、飼い主の目の前で処分したり、飼い主自ら処分したりするよう命令し、従わない場合は処罰するなど、 強権的な措置に、全世界から非難が殺到した。中国衛生部の統計によれば2006年9月の1ヶ月間で中国では319人が狂犬病を発病して死亡した。同年1月から9月にかけての死者も2200人を超え5月から9月にかけては中国における感染症死亡者数の第1位となって大流行した。2007年上半期 1>, 1から6月の統計でも発症者が1395人、死者が1136人と状況は変わっていない。また、2008年の四川王地震によって多くの飼い犬がやけん化しており、交渉被害を受けた被災者も増加しているが、ワクチンがなく、傷を洗って消毒するだけで介している状況のために、今後狂犬病の被害が拡大する可能性があるとの見方もあり、 青川県では地震によって野犬化した犬の殺処分を行うことが決定された。2008年1月、すべての犬に狂犬病予防接種を義務付けた。2008年の狂犬病による死者は2478人。米国では狂犬病に関わる公衆衛生コスト、診断、予防、コントロールは年間2.45ドルマイナス5.1億ドルに上る。 人への感染は年間数名だが、スカンク、コウモリ、アライグマ、キツネなどの野生動物で毎年6000から8000件、猫で200から300件、犬で20から30件の狂犬病報告がある。ニューヨーク州では2015年1月から6月までの6ヶ月間で148匹の狂犬病に感染した動物が確認されており、2006年8月には、 人を噛んだ猫から狂犬病ウイルスが検出されたとして、ニューヨーク市保健精神衛生局が注意喚起情報を発した。狂犬病で亡くなった著名人に、アメリカ合衆国の女優だったエイダ・クレア、1874年、39歳で、生居がいる。電波動物としては、犬やコウモリが多い。治水コウモリから、牛や馬など家畜への感染が多く、 その経済的損失が問題となっている。人の死亡例は年間数十名。蛍光ワクチン入りの餌で野生の赤狐からの電波は減少したが、その他の野生動物の感染は増えている。犬科やマングース科の抗生種からの感染例が報告されている。記録が残る最初の流行は、江戸時代の1732年、教法17年に、 長崎で発生した狂犬病が九州、山陽道、東海道、本州東部、東北と日本全国に伝播していったことによる、東北最北端の下北半島まで狂犬病が到着したのが1761年、法歴11年のことである。国内で感染する可能性がなくなったわけではない。接種しなかった場合は狂犬病予防法により、 罰金刑などががされるる、可能性がある公術現在の日本においては、狂犬病予防法により、予防、感染発生時の対処、まん延防止の手段などが定められている。狂犬病予防法は犬に適用されるほか、狂犬病予防法2条1項1号、狂犬病を人に感染させる恐れが高いものとして、政霊で定める動物にも適用される。 狂犬病予防法2条1項2号。政霊では猫、アライグマ、キツネ、スカンクにも狂犬病予防法を適用することとしている狂犬病予防法施行令1条。発病後の治療法が存在しない以上、狂犬病は感染の予防そのものが最も重要な病気である。そのため、日本国内で犬等への感染が獣医師によって確認された場合には、 狂犬病予防法第8条、9条により、完築の速やかな届け出と隔離が義務付けられている。なお、狂犬病は、人獣共通感染症であることから、感染症の予防及び感染症の患者に対する、医療に関する法律、感染症法で4類感染症に指定されている、感染症法6条5項5号。一方、牛など法律、政令で定められた、 特定の動物の狂犬病については、家畜伝染病として、家畜伝染病予防法の適用を受ける。家畜伝染病予防法では、牛、馬、羊、便用、ヤギ、豚が指定されており、家畜伝染病予防法2条、家畜伝染病予防法施行例で、水牛、鹿、イノシシが追加されている、家畜伝染病予防法施行例1条、隔離された犬等は、 狂犬病予防法第11条により、狂犬病予防院、主張が任命した、獣医師の許可を受けなければ殺してはならないが、凶暴化するなど人命への危険や隔離が困難で、あるなど緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げないとされている。また、蔓、ま、延を防止するため予防院による、発生区域での一斉検診及び予防接種、同13条が行われたり、犬等について、 移動制限がかけられたりする場合もある。同十五条。これら狂犬病の撲滅及び蔓延の防止に関わる条項違反については罰則が定められている。これらの動物が狂犬病に感染した場合には、館畜として、家畜伝染病予防法第十七条に基づき、殺処分命令が出されることとなる。命令が発せられた場合には、当該館畜の所有者、管理者はこれを受け入れ、 速やかに処分を実施しなければならない。この家畜伝染病予防法に基づく殺処分命令の権限は都道府県知事が持つ。国内での感染が確認されなくなって以降、日本で狂犬病が発症した事例は3件で共に日本国外での感染である。犬に限らず狂犬病に感染している動物がペットとして海外から日本へ持ち込まれる可能性は常にある。 また、狂犬病以外の人獣共通感染症に感染した動物がペットとして日本に輸入される可能性もあり、近年の愛玩動物の輸入増加とともに問題視されている。平成24年度の日本国内犬の登録数は678万5959匹、注射等数は491万4347匹。 ワクチン接種率は72.4%とされているが、実際には接種が行われていない事例が存在していると報道されている。厚生労働省は輸入動物を原因とする人畜共通感染症の発生を防ぐため、2005年9月1日から動物の輸入届出制度を導入した。一方、狂犬病行政の問題としては、日本では犬以外のペット、 特に狂犬病ワクチンの適用対象となっている猫に対する狂犬病などの予防注射が法で義務化されていないことが挙げられる。さらには、平時の野犬や野生動物の狂犬病ウイルス、または抗体保有状況調査に至っては、ほぼ解無と言えるほど貧弱なことなども、最新入監視上の問題として指摘されているが、農水省、環境省、 厚労省の3省連携が障壁となっており、改善されていないと述べる指揮者もいる。海外の事例として、2003年に、ボリビアにおいて、狂犬病に感染した状態で、ペルーから輸入されたハムスターが人を噛む事故が発生している。2003年に、日本に輸入されたハムスターだけでも、約50万匹に上っている。また、狂犬病流行地ロシアとの貿易が多い。 北海道では、ロシア船から不法上陸した犬の存在が確認されており、危険視されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。